皆様、お世話になっております。約1年近く沈黙しておりました、かずみです。訳あって投稿活動を中止しておりましたが、再開する運びとなりました。少々ブランクもあり、皆さんが求めているニュースをお伝えできるか不安ですが、コロナの収束も見えてき始めたので、また頑張りたいと思います。それでは、今回はというか、今回も勝手に気になる韓国のニュースをお伝えしていきたいと思います。日本でも社会問題化しています煽り運転ですが、お隣の国でも増えているそうです。ドライブレコーダーの普及に伴って判明しやすいというのは一緒ですが、内容が半端ないのでご紹介します。警告人の皆さんのコメントを交えてお送りしますね。動画の中身もグレードアップしてお送りします。よかったら高評価、チャンネル登録、コメントでご意見を教えてくださいね。記事のタイトル、報復運転毎年5000件前後、半数ほどが自己中心的な思考、高級車両オーナーが激怒。2018年、両党高速道路での例によると、A さんが乗っていた車が30代の B 氏の乗る BMW の前方に割り込んだのが発端だった。 B 氏は2車線目を走行しながら3車線目を走っていた A さんの車を追い回す運転を開始。 A さんの車には妊娠5ヶ月の妻が座っていた。助手席の方に相手車両にぶつかるように近づく状況が繰り返された。B 氏は止まらず、このような危険な報復運転は 14.5km も続いた。この事件は翌年の2019年、インチョン地方裁判所で B 氏に懲役6ヶ月、執行猶予2年を宣告したそうです。ソウル港南区スソドンあたりを走行していた40代の C 氏はウインカーを点灯しないまま車線を変更した。これに驚いたポルシェドライバー D 氏がすぐにクラクションを鳴らして警告灯をつけると、 C 氏は道路の真ん中で突然止まった。横に乗っていた妻が早く行こう、子供乗せているので危ないと制止した。 C 氏は30秒後に出発したが再急停車。 D 氏の家族が乗った車が追突してしまい、全治2週間の障害を負ってしまいました。 C 氏は2016年懲役1年に執行猶予2年の確定判決を受けた。私たちの社会に蔓延報復運転の問題が再び浮上している。A 氏や C 氏の事例からわかるように、この報復運転は自分と相手の運転者はもちろんのこと、同乗者や周辺ドライバーまで危険に陥れる悪辣な行為だ。専門家は報復の運転をもたらす心理的文化的要因とその危険性を明確に認識していない場合、交通量の爆発的増加が予想されるポストコロナの時代に深刻な社会問題に飛び火することが懸念されると警告しています。3日、K 国メディアの取材によると、国内報復運転事件は毎年増加している傾向にある。刑事政策研究院が昨年発刊した報告書によると、報復運転申告と摘発件数、警察庁集計は2017年4431件、2018年4417件、2019年5537件に急増した。この期間に発生した報復運転事件14385件のうち6546件 45.5% が起訴処分を受けた。刑事政策研究院の運転アンケート調査では、回答者2000人のうち719人 36% が報復運転経験があると答えた。これらに加えて原因を尋ねると、相手車両が進路妨害をして 22.6%、 約束など時間的猶予不足 17.9%、 早く行くために 16% の順で回答率が高かった。普段の運転習慣だと答えた人も 4.7% であった。このような調査結果はグボンソン副会長事件で改めてクローズアップされた。コックインフェ LG グループ創業者の孫である旧副会長は昨年9月5日、ソウル港南区学童交差点近くで BMW を運転している途中、被害者 A さんのベンツが前方を割り込んできたことに激怒。メルセデスを追い抜いた後、急停車して追突事故を誘発。 A さんが車から降りて
警察に通報したと抗議すると、旧副会長は A さんに全治2週間の傷害を負わせた。器物損壊などの疑いで起訴された旧副会長はソウル中央地裁で懲役6ヶ月に執行猶予2年を宣告された。この事件は K国社会に衝撃をもたらしました。専門家は報復の運転を自己中心的な思考と結びついていると指摘。某大学心理学科教授は、自分の思考が極端になりがち、これらの車は少し遅れて走行したり誰かの進路を妨害したことに自分の利益が侵害されたと判断すれば、我慢できない怒りを感じて報復運転をすることになると指摘。続けて教授は、特に自身の思考世界の速度が徐々に速くなり、瞬時に反応することに慣れた人が増えてきて、道路でも話をせず報復する人が多くなる傾向があると分析した。自動車自身のブランドが匿名性報復運転を触発する原因として挙げられる。車の中であれば自分がする言葉と行動を誰も知ることができないので、身勝手な行動をしてもと判断するものである。刑事政策研究院研究官は、関連研究を進めた結果、報復運転加害経験者は自動車に乗っていると匿名性が保障されるという思考が高く、そのため攻撃行動を示す可能性が高かったと説明した。交通安全公団の責任研究員は、自動車という自分だけのスペースが相手車両のため侵害を受けたと考え、悪口や報復運転に進む傾向があると述べた。報復運転予防措置として最も重要なのは交通法規遵守だ。運転中みんな事故の可能性に気を尖らせているだけに、突然の車線変更などで相手の運転手に侵害行為や激乗するきっかけを与えてはならないということだ。相手車両が自分の予想とは異なる走行することがあるという点を認識し、たとえそのような行為を受けても矛を収める態度も必要であると専門家は言う。某大学教授は、どうしても相手と話し聞かなければならないならハザードランプを点滅させるなど、相手と事前にコミュニケーションする必要があるとし、また報復運転は全ての危険であり処罰につながることができるという点を理解しなければならないと付け加えた。交通安全公団の研究官は、いずれの場合も暴力的な対応をするとそれに伴う責任を負うし、相手ドライバーの責任と正当化することはできないと述べた。交通文化研究所主席研究員は、コロナ流行が収束に向かい行動が緩和されると、余暇活動の増加緩みなど噛み合って個人の車両の移動量が多くなるだろうとし、そうすれば早急な運転が増えてきて些細なことにも暴力性が高くなる道路環境が造成されやすいと指摘したと伝えています。それでは、この記事を読んだ K国人の反応を紹介します。少しの出来事でカッとなる男たちには絶対絶対会わないでください。会ってしまったらすぐに通報してトラブルを回避すべきです。車線変更したらハザード点滅をして運転する気遣いをすれば、報復運転される確率 50% は減るように思うけどな。本人が間違ってしてしまう理由であればハザードライトの点灯をするなどの本来のマナーの態度を示すべき。気分が悪くなるのはその謝る気持ちの態度や一言で終わる場合がほとんどなのに、どうしてこうなるのか。報復運転は非常に悪く害悪でしかないでしょう。すみません、申し訳ありませんの一言を言ったとしても聞く耳持たず、さらに本人が間違ったかもしれない運転なのに、どうしてここまでするのか。うっかりした運転もそうだが、報復運転の処罰、迷惑運転、事故誘発者も厳格に罰した方がいい。記事の内容に疑問、あまりにも偏向的なではないかと思われる。もちろん報復運転は不適切だし許されるものではないが、きっかけを作った運転者も多いことも忘れてはいけない。ウインカーを出さなく割り込むなど、このような人間の行動は処罰も受けないのはどうなんだろう。冷静な意見がとても多い印象ですが、運転していると冷静になってと言っても難しいですよね。ここに関しては万国共通だと感じましたが、皆さんの意見はいかがですか？コメント欄で教えてくれると嬉しいです。それでは、
次回の動画でお会いしましょう。